朗読己・バルザック作マダム・フィルミアーニ前回の続きからです。フィルミアーニ夫人は自分の心の性域だけに閉じこもっており、世間を相手にしないような気ぐらいと、プライドだけで生きている多くの女性たちと同じように、と、 ブルボン主からはあまりよく思われていなかったかもしれないこの年配の王子主がその年の冬の間絶えず彼女のことが気がかりだったのには理由があるとブルボン主は図らずも地方の大農場主という階級に属していたがこの連中は何事にもよく気づくし農民との取引にも慣れている。 兵士がいつの間にか思考や行動が習慣となって身についてしまうのにも似て、こうした仕事だと知らず知らずに洞察力がついてくるものなのだ。この立派な紳士は、甥っ子ただ一人の相続人として、彼のためにせっせとポプラの木を植えていたのだけれど、噂が気になりわざわざトゥーレの地方から上京したのだった。 しかしながらパリっ子たちの話ぶりにはどうも満足できずにいた甥っ子への愛情表現をあまりにも素直に表現しすぎたため周囲からさまざまな悪口雑言を招くこととなりトゥーレーヌ地方のいろいろな所属の人間からも皮肉たっぷりに陰口を叩かれていたとはいえそうした悪口をいちいち報告しても無駄であろう バリ流の悪口の前ではそんな田舎の悪口など色あせてしまうに決まっている一人の人間が見事なポペラ並木が日ごとに美しくなってゆくのを眺めながら満ち足りた気持ちで自分の相続人のことを思うようになるとその愛情は木々の根元にくわい入れをするたびにいや増すものなのであるこうした感受性の現れ方は 無論どこでも見られるものではないけれどもこのトゥーレンの地方ではいまだに見受けられるのであるこのかわいい甥いっ子の名前はオクターブ・ドゥカンといった愛所家や知識人にはおなじみのドゥカン神父という著名人の末裔であるからこれだけで随分印象が違ってくる田舎の人々には相続資産を売却するような若者に対して 控えめながら非難を浴びせるという悪い癖があるこうした時代遅れの偏見のせいで現在の政府が奨励している国債などの投機的売買も妨げられているところがオクターブはおじに相談することなくにわかに自分の土地を買い占め業者に渡して処分してしまったのである年老いたおじがそうした転売業者の代表者に 収集案を持ちかかけななったならば、ビレーヌの上官は取り壊されてしまったに違いない。な財産はわずかなくせに実に抜け目がなく用心深い地元の人たちからは「あいつとだけは初葬沙汰になりたくないものだ」と評されているまたいとこがオクターブには何人かいたそうした答園の一人でオクターブと付き合いのある男がたまたま とブルボン主のところに訪れ何かのついでに「おっ子が破産したことを教えたものだから」とブルボン主の怒りはさらに大きくなったオクターブドカン氏はフィルミアーニ夫人とかいう女性のために湯水のように金を使ってあげ句生活のため数学の家庭教師にまで落ちぶれてしまいましてひたすらおじの資産が転がり込むのを待っているのです。 ですから肝心のおじさんには自分のした過ちを内明けに行きもしないのですよというのだったこの登園のいとこはカール・ムーアのような男であってとブルボンの老人が大きな暖炉の前で田舎流のたっぷりした食事の後の時間を過ごしている最中に事も投げにこの致命的な知らせをもたらしたのであるとはいえ相続人たちが思うほど簡単には おじはできなないものなのだ。叔父は持ち前の頑固さでこの話を信じようとはせず甥っ子の生き様が引き起こした消化不良にも負けはしなかったもちろん胸を締め付けられたり頭が痛くなったりはしたものの当園のいとこがもたらした打撃はすんと腹の中に落ちってあまり影響を及ぼさなかったのだ何しろこの老人は とてても丈夫な胃腸をしていたのである聖トマスの真の弟子としては聞かされた話をどうしても信じることができずオクターブに内緒でパリにやってくると自分の相続人の破産に関する情報を収集したこの老人師はリストメール家ルノンクール家バンドネス家を通じてホブール・サンジェルマンには顔が利いたからフィルミアーニ夫人に関する悪口や あるここととないことをたたくささん聞かされた「そこで自分の土地の名を取って」と「ルークセレ」という名を語りフィルミアーニ夫人に紹介してもらおうと決心した念には念を入れてオクターブの恋人やらを調査する日として甥っ子が支払った大きな犠牲の最後の仕上げである家庭教師のアルバイトで忙しいことが分かっているその日の晩のパーティーを選んだのだ。 というのもいかなる事情なのか、誰にも説明はつかないものの、オクターブは今でも彼女の屋敷に招かれていたからだ。オクターブの破産は残念ながら作り話ではないとやがて分かった。とルークセレ氏は、ジムナーズ劇場で演じられるおじさん役とは似ても似つかなかった。元この駅兵でその昔は、 大いに浮き名を流した上流社会の人間であり礼儀正しい印象を与えるすべを心得てもいるかつて身につけた宣伝された作法をしっかりと覚えていて気の利いたセリフを口にし検証もほぼすべて理解していた気高いばかりの率直さでブルボン家を愛し貴族として神を信じ「ラ・コディディエンヌシ」「過激応答派」しか読まなかったとはいえ 彼の地元の自由主義者が願うほどには愚かな人間ではなかったエジプトのモーゼの話題とか芝居ロマン派地方職、鉄道といった話を持ちかけない限りは宮廷人の傍らでそれなりの座を占めることができたというのも彼のできる話題はボルテール氏ビフォン伯爵博物史で有名ペロネ氏王妃が寵愛した音楽家 グルックあたたりにとどまっていたからだ。フィルミアーニ夫人の屋敷に入って行く時にド・とブルボン主氏は腕を貸していたリストメール公爵夫人にこう言った「彼女が愛人だとしたら我が甥っ子も全く哀れなものです」「あいつが屋根裏部屋に住んでいるのを知りながらどうしてまたこんなに豪勢な暮らしができるのですかな」「思いやりがないのでしょうかね」 オクターブもバカなやつですよ。ビデーヌの土地という価値ある資産をよりによってこんな女の心に投資するなんて。とブルボン主氏は化石人書に属していたのであり古臭い言葉遣いしか知らなかったでももしもおいごさんが掛け事ですってしまったとしたら いや奥様その場合には少なくともギャンブルという快楽を味わえたでしょうにではあなたはここでは彼が快楽も得られなかったと思っていらっしゃるのかしらあらフィルミアニ夫人ですわ甥っ子の愛人とやらの姿を見た途端この年老いた叔父の輝かしい思い出の数々もたちまちにして色あせてしまった彼の怒りも エルミアーニ夫人を目の当たりにすると思わず漏れた低調な簡単の言葉の位置に消えてしまった美女にだけ訪れる幸運のおかげで彼女は今まさにその美しさがとりわけ鮮やかに光り輝く瞬間にあったそれは多分ろうそくの炎明かりのせいであったろうしシンプルでありながら見事な予想をいたか 彼女を取り巻く環境の何とも言えぬ優雅さのおかげであったのかもしれない一人の女性の顔に制裁を与えその表情を変化させるごくわずかなニュアンスを感知するにはパリのサロンでの一夜が与える微妙な影響をあらかじめしっかり学んでおかなければいけない自分の美しい装いにすっかり満足しまた自分が再起にあふれていると感じ 人々に称賛され自分に微笑みかける著名人があふれかえる中で自分こそがサロンの女王だと実感して幸福を感じるような瞬間があるのだその時パリの女性は自らの美しさや魅力を意識することになるパリの女はこうして自分に向けられ自分に生命を与えるあらゆる眼差しによって美しくなるのだ 一方彼女は最愛の人にそっと自然を送ることで口に出すことなくそのような敬意を伝えるのだこの瞬間一人の女性はまるで超自然の能力でも与えられたかのような魔術師となるいつの間にか男の気を引く存在となっているのだこの魔術師は知らず知らず胸がいっぱいになるような愛を男に呼び起こし その微笑みや眼差しは怖になっていく。魂の奥底からやってきたこの輝きは不美人さえも魅力的にしてしまうのであるからましてや生まれつき優雅にして気品ある容姿の持ち主で色白ではつらつとしていて生き生きしたまなざしのそしてとりわけ芸術家や手ごわい恋がたきでさえ文句のつけようがない服装をしている女性の場合 こうした輝きはさらなる華麗さを帯びていくに違いない耳に心地よく響く声がその言葉を包み込んで魅力がじんわりと広がってゆくそんな感じの女性と出会う幸運にあなたは恵まれたことがあるだろうか話すべき場面と黙っている場面をしっかりとわきまえてあなたのことを優しく気遣い 的確な表現や端正な言葉遣いで接してくれる女性からかわれてもむしろそれが心地よく批判されても少しも傷つくことがないような女性にである彼女はまくしたてたり言い争ったりすることはないものの好んで議論を繰り広げしかも程よいところでそれを打ち切ってくれるいつもニコニコと愛想がよくその礼儀正しさも ごく自然であり、海外シーとはいえ、そこには卑屈なところがいささかもない。敬意なるものを優しく控えめな表現で示してくれるのだ。あなたを疲れさせることがなく、彼女自身のことでもあなたのことでも何であれ満足させてくれる。彼女の周囲には気品が漂っていることが見て取れるに違いない。 彼女に関するすべてが目に心地よく彼女といるとまるで生まれ故郷にでもいるようにゆったりした気分になれる極めて自然体の女性なのだ努力の後を見せず何もひけらかさずに感情を素直に表現するなぜならばそこには真実しかないのだから実に率直で相手の自尊心を少しも傷つけることがない 人々のありのままをそっくり受け入れ堕落した人間に同情しその欠点や愚かさを許してあらゆる年齢の人々を理解し何事にも苛立つことがないなぜなら彼女は全てを予測してしまう勘の良さを持っているのだから心優しくして陽気な彼女は慰めてくれるよりまず親身になってくれる。 周りの人間は彼女をとても愛おしく思いこの天使が過ちを犯してもすぐに弁護してやりたい気持ちになるに違いないそう感じられたならあなたはフィルミアーニ夫人を理解したことになるのだフィルミアーニ夫人のそばに座ってしばらくの間話を交わしたとブルボンの老人はすでに甥っ子の罪を許していた真実がどうであれ オクターブとフィルミアーニ夫人の関係には何かしら秘密が隠されていることを悟ったのだ同貴族は自分の青春時代を彩った幻想の数々を思い起こしまたフィルミアーニ夫人の美しさから判断して見かけにたがわずこれほどの品位に満ちている女性に悪事が可能なはずはないと確信したその黒い瞳は心の落ち着きを物語っていたし 顔の輪郭は気高さを表しそのたたずまいは清らかであった。輪に戻るような情熱が彼女を押しつぶすような気配もほとんどなかった。老人はこの何とも愛らしい表情のうちに確かな愛と高潔さを見いだしながら「我が甥いっ子は何か暇でも犯したのであろうか?」と思った。 フルミアーニ夫人は25歳だと称していたしかしながら実証主義者たちは1813年に16歳で結婚したというならば1825年には28歳になっているはずだと証明しただがその彼らも彼女がこれまでの人生で今ほど魅力的で完璧なまでに女であったことはないと断言したのだ彼女には子供はなかったし それまで授かかっったた。こともな1813年には40歳を超えておりかなりの年配であったフィルミアーニ氏が彼女に捧げることができたのはその名前と財産だけだったと人は噂していた「バリの女であれば恋愛感情を最もよく理解し時間が許す限り無邪気に恋をしたいと願うような年齢にフィルミアーニ夫人は達していたのである」。 彼女は世間で売られているもの貸しているものあるいは与えられるものを既にことごとく手に入れていた大使館員の人種は彼女は全てを知り尽くしていると主張したし反論人種たちはいやまだまだ学ぶべきことがたくさんあると言い張ったまた観察者たちは彼女の白い手と可愛らしい足身をくねるような動きに言及した しかしどの人種も彼女の心をつかんだオクターブの幸福を羨ましがりあるいはこれに異議を唱えたのであったフィルミアーニ夫人がパリ社交界のうちで最も上品な美しさを備えた女性であることを認めていたからである彼女はまだ若く金持ちで完璧な音楽家であり再起・間髪にして細やかな心遣いの持ち主であった そして母方がカディニアン一族であるという縁から、高貴なるフォーブル・サンジェルマンの新宅所ともいえるブラモン・ショーブリ・ローコーヒーの屋敷にも招かれる存在であり、いとこのオフリニューズ公爵夫人、デスパール公爵夫人、マキュメール男爵夫人といったライベルたちにも好感を持たれている。このように彼女を知る人間は、 あらゆる虚栄心をくすぐられるのでありそれがまた愛を勢いづけ刺激するのだあまりに多くの人間が彼女を求めるためにそれがパリッコの悪口やむしろ惚れ惚れとするほどの誹謗中傷の的となっていたそういう言葉が扇の陰でこっそりとエスプリを十分に交えて語られるのだった したがってこの物語の初めに提示したさまざまな考えは本当のフィルミアーニ夫人と社交界におけるフィルミアーニ夫人等を対峙させるためにも必要なものであった彼女の幸福をおおらかに受け入れる女たちがいる一方で彼女の品位の高さに対して容赦しない女たちもいたのだとりわけパリにおいては根も葉もない噂ほど恐ろしいものはないのである。 なななぜならら。それを払拭するののは不可能なのだからこのように実に自然体である彼女をスケッチしてみても漠然としたイメージしか伝えることができそうにないあのプライドに満ちた額や豊かな髪の毛きりりとした眼差しをそしてまたさまざまな表情の中に見える全ての思考を表現するにはアングルの絵筆を必要とするのではないだろうか。 こののの女性のうちには全てが存在したのだ。詩人ならばそこにジャンヌ・ダルクとアニュエス・ソレルを同時に見いだすことができたまたそこには神秘的な女を仮面の下に隠された魂とイブの魂を悪の財産と善の宝物を過ちと忍獣を罪と献身をバイロン教の女児史 ドンジュバンのドンナ・ジュリアとハイデという2人のヒロインをも見いだせたのである元近衛騎兵たるおじは無作法を承知でフルミヤニ夫人のサロンに最後まで居残っていた殺さなければ厄介払いできないハエのようなしつこさで彼が静かにソファーに座りじっくり腰を据えているのに夫人も気が付いていた 時計はすでに夜中の二時を示していた。もう帰るべき時刻であることを彼に分かってほしくてフィルミアーニ夫人がさっと立ち上がると年老いた貴族は「奥様私はオクターブ・ドカンの叔父であります」と言った。フィルミアーニ夫人は慌てて座り直したものの心の動揺は隠しきれなかった。 ポプラ並木を植えている老人はその洞察力にもかかわらず彼女が顔面蒼白になったり赤面したりしているのが果たして恥ずかしさからなのかそれとも喜びからなのか察しがつかなかっただが少し怯えたような羞恥心を伴う喜びが彼女の表情からうかがえるのだそれは清らかな心の持ち主であるなら 覆いいいい。隠したとと思うようよな、なな甘美な胸のききめきであるに違いない女性とはデリケートであればあるほどその魂の喜びを隠したがるものなのだその気まぐれさからは想像もつかないけれど多くの女性は自分が何としても心の奥底に秘めておきたいと思うような名前でもその名をみんなが口にするのを聞いてみたいと願っているのである。 とはいえ、とブルボンの老人は、フルミアーニ夫人の動揺については、完全にそのように解釈したのではなかった。だが、彼を許してやってほしい。田舎の人間は疑い深いのだから。そうでしたか。と、フルミアーニ夫人は、澄んだ視線をきりりと投げかけながら言った。それは問いかけられているものが多すぎて。 我々男性がそこに何も見て取ることができないような視線だったそうなのですマダムと貴族が言った片田舎におりますこの私めのところにどのような話が伝わってきたかご存知でしょうか私のおいはあなたのせいで破産してしまい不幸にも屋根裏部屋住まいだというのにあなたと来たら 黄金やキラに飾られてここで暮らしているというではありませんか。田舎者の率直な物言いを許してください。どのような掛け口が叩かれているのかを知るのは、あなたにも大いに役立つのではないでしょうか。おやめください。フィルミアーネ夫人は命令するような仕草で、とブルボンの老人を遮ると言った。すべて存じております。 お帰りいただこうとした時までこのお話を残しておくなんてご丁寧にもほどがございますわあなたはとても思いやりのある殿方ですから彼女は古い意味合いを込めてやや皮肉っぽい調子でこう述べた私に質問する権利などないことは十分にお分かりだと思います私にしましても申し開きをするなどバカらしくて 私の性格をきちんと認めてくださって、この私が金銭に対してどれほど深い侮蔑の念を抱いているのかを信じてくださるとよろしいのですが、確かに無一文の身で莫大な財産の持ち主と結婚したのですけれどね、私はあなたのお御さんが金持ちなのか、貧乏なのかは存じません。彼を受け入れるとしたら、現に受け入れているのですが。 それは私の友人に加わるのにふさわしい方と見ているからにほかなりません。私のお友達は皆様、お互いに敬意を抱いております。ですから、敬意を払えないような人を屋敷に招くという考えなど、私が持っているはずがないことを知っているのです。ひょっとすると、慈悲の心が欠如しているのかもしれません。でも、我が守護天使は、今日まで余計なおしゃべりやら、 不誠実さを打かのごとく嫌う人間でいられるように私を支えてくださっているのですこのような返答も確かに最初のうちは声がやや上ずっていたがその最後の言葉は人間嫌いをからかうセルンメーヌのような冷静さでも締めくくった「奥様」と伯爵が上ずった声で言う。 私は老人でございます。オクターブにとっては父親のような存在でございます。そこで勝手ながらあなたに一つだけ伺いたいことがございまして、あらかじめお許しをおうた次第なのです。あなたのお返事がそこまでならば、誠実な貴族として誓って申し上げたいことがございます。こう言うと彼はまことに経験なる仕草で片手を胸に当てるとこう切り出した。 人々の噂は本当なのでしょうか。あなたはオクターブを愛しているのですか。他の方にでしたら私は目でしか答えないでしょう。ですがあなたはドカン様の父親代わりとも言える方ですから、こちらからお尋ねいたします。今の質問に対してはいという答えが返ってきたなら、あなたはその女のことをどのように思われますか。 私たちも好きで、相手もこちらを好いている方にならば、自分の愛を正直に話すのもいいですわ。私とその相手がお互いにいつでも愛されていると確信を持てるというのは、よろしいですかそれは私たちにとっては一つの努力でありますし、彼らにとっては一つの報酬なのです。ですが、そうでない方に対しては、 フィルミアーニ夫人はそう言いかけると立ち上がって目礼し屋敷の奥に消えてしまった次々と開いては閉じられてゆく扉の音が老人の耳には一つの言葉のように聞こえた「やれやれ何という女だずるがちこい口先女でないとしたらきっと天使に違いない」と老人は一人ごちたそして貸社のところに向かうと しんと静まり返った中庭で馬が時折敷石を蹴っていた御者はといえばなかなか戻ってこない客のことを散々のしったあげ句眠り込んでいた翌朝の8時頃老貴族はロクセルバンストーリーにあるオクターブ・ド館が住む家の階段を上っていたこのように驚愕した人間というものがいるとしたら うちの姿を見たときのこの若い家庭教師がまさにそれであった。銅の鍵はかかっておらず、まだ部屋の明かりがついていた。オクターブは徹夜していたのである。